WBC 山本由伸節を食べたヌートバーの反応を明かす。焼肉が一番好きって言ってました。第5回 WBC で3大会ぶりの V 奪回を目指す侍ジャパンは15日、準々決勝イタリア戦東京ドームに向け前日練習を行った。練習後、NPB を代表する右腕山本由伸投手24オリックスがメディアに対応。侍ジャパンのムードメーカーになっている、ラーズ・ヌートバー外野手25カージナルスの素顔を明かした。大会中の練習休日となった14日までに、エンゼルス大谷翔平投手28の通訳で今 WBC では、侍ジャパンの通訳も務める水原一平通訳38が自身のインスタグラムを更新。山本やロッテ佐々木、ヤクルト村上らが、ヌートバーと都内の寿司店で懇親を図った様子を報告した。この食事会について聞かれた山本は、すごくいい時間を過ごせましたと語り、ヌートバーについては本当にいい男でしたよとその人柄に触れた。また、本場の日本で本格的な寿司を、堪能したヌートバーのリアクションについては、焼肉が一番好きって言ってました。と明かし、周囲の笑いを誘っていた。やっぱ日本人じゃねえわ。俺も焼肉の方が好きだわ。アメリカの焼肉と日本の焼肉は別物だから感動したやろな。今日電車乗ってたら全員がペッパーミルパフォしてたわ。笑った。想像したら増えた。どういう状況やねん。その車両怖すぎ。寿司と焼肉交互にいただくのが最高なんだよ。ということでスタミナ太郎最強伝説。肉寿司が正解なんじゃね。前日にダル大谷おごりで焼肉パーティーしてる。焼肉を乗せた寿司食やいいじゃん。若い頃はそんなもんだろ。このチャンネルでは何 J でのプロ野球やメジャーリーグなど、最新ニュース、注目を集めている話題をまとめています。頑張って更新しますのでお見逃しのないよう、よかったらチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。高評価もいただけましたらとても励みになります。最後までご視聴いただきありがとうございました。